こんにちは。今回はこちらです。超有名銘柄ですね。カモシビと九平寺のラ・メゾン山田錦です。今日はこちらを紹介します。醸造元は愛知県は名古屋市万丈醸造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は山田錦。精米部合記載がありません。アルコール度数は15度というふうになっております。じゃあ早速回線しましょうね。パキパキと。これはくるくるじゃなくてひねるタイプですね。まあ個人的な印象なんですけど、カモシビと九平寺って結構入手が昔難しかったような気がするんですよね。最近は割と入手難易度はそんなに高くないかなと思いますね。有名な酒屋さんだと結構置いてあるような、そういう印象ですね。でもそうなんですよね、初めていただくんでね、楽しみですね。まず香りから。非常にフルーティーですね。折り紙とかにこう感じられるような、なんかほのかな甘みみたいなものが、結構感じられますね。これは全然折り紙とかじゃないんですけれども、口に含みます。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいですね。こんななんだ。順に報告しないといけないですね。美味しいんですけど、ちょっと感動してですね。いい意味で申し上げますけどね、日本酒感はもう本当にないですね。フルーティーで華やかな極みみたいな、結構いただいてきた中でも、そのフルーティー度合いっていうのは結構群を抜いてるかもしれないですね。こんなになっちゃうんですね。そんなわけで香りはね、非常にこうフルーティーで華やかです。米感というのはほとんど残されていません。美味しいですね。それでいて粘性はそんなに高くないんですよね。結構すっきりしてますね。これはガス缶なのかな。口内で若干の刺激があるんですよね。ガス缶ではないですね。でもアルコールのドライ缶ではないので、酸味ですかね。酸味由来の、酸味由来の刺激と思われますね。実際これだけ華やかなんでそれでしょうね。アルコール缶はそういうわけでそんなに高くはないですね。15度の数値から受ける印象ほどではないです。もっとこう低アルコール日本酒のなんかそれに結構近いような飲み口ですね。飲みやすいですね、本当に。しかしここまでフルーティーフルーティーしてるとは思わなかったですね。初めていただいたんですけど、本当に美味しいですね。これすごいな。割と前もっと入手難しかったような気がするんですけど、結構今は入手しやすいと思うんで、とりあえずこう日本酒トライしたいけどどれから行こうかなっていう人とかは試されるといいんじゃないですかね。獺祭とかとも全然もう引けを取らないほど華やかでフルーティーで、本当にこうどんな方でも美味しいと言うんじゃないでしょうかね。そんな印象ですね。感動しましたといったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。